じゃろうか。エスティアとオーラ。
ご先祖様、これは。これはまた随分禍々しい木じゃのう。まるで今地球上にいるあらゆる戦士の木をかき集めたような。戦士の木を。あやつらが倒したはずのフリーザ、そしてセルという人造人間、特に魔人ブーの木に近いものが強く感じられるの。ブーまで。
もやしておると厄介なことになるかもしれん。クローンだかなんだか知らないが、この俺といや、そもそも俺のコピーが、どうやら言葉を発す言いなりになる人間、構えは様になっているじゃないか。俺の戦いの基礎は細胞だが、俺がクローンごときが本物に勝てると思うなよ。死に乗り上がって負けなのさ。
たちに敗れたあの鹿だ。シルーク、この力さも何だって。そっか、そういうことでは。あの頃孫悟飯に会った。確かにその顔に思うか。それは、あっちゃー、やっぱセルにはバレちまったか。ご飯のやつ勉強ばっかで。なるほど、だから最近はちゃんと修行しな。言い訳などいらない。これ以上私戦いを楽しんでから息の根を止めてやろうと。このままでは復讐の楽しみになってしまう。どうしても力が出せないとあの時のように、貴様の怒りに火をつけてやる。気に入りませんか。今だけは感謝してあげましょうか。
あなたたち二人を始末する絶好の機会を与えてくれたのですからね。ふん、始末するだと？それはこっちのセリフだ。ようやく貴様をこの手で叩き潰せるんだからな。いいでしょう。どうしても死にたいというのな。ちょっと待った！何ですか、いきなり。カカロット、貴様邪魔をするな。いつの間にベジータが先に戦うことになったんだ。知るか、そんなことを。くだらんちゃちゃを入れるな。この前フリーザが来た時も貴様が邪魔をしたことを忘れたのか。あん時は悪かったって。でもあんさ、いいから黙って引っ込んでいろ。それで、そんなこと言うんなら、さっきおめえが動けなくなってっと消え。黙れ。貴様、この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんなケチケチすんなって。ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。は？貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減にしろ。この私を待たせて口喧嘩とは、いい度胸ですね。あなたたちのそういうところが忌々しくて仕方がないんですよ。そこまで戦いたいというの？私の手でひねり潰してやる。さ
たとえ一人でもこの国